はい、皆さんこんにちは。今日はエキスパースの、岡です。はい、いつも ACC の岡でね、ACC の、チャンネルをご覧いただいている方にはお馴染みかと思うんですけれども、今日はちょっとエキスパースの方としてちょっとお伝えしなければいけないことがあるので、ちょっと動画を回させてもらっている次第です。3月の後半にですね、この新しいオフィスの方に、エキスパースとしても ACC としても、まあ、会社全体はね、グリープスコーポレーションっていう形の会社でやってるんですけども、グリープスをこちらの方に移したんですが、まあ、早々に、実情ロックダウンに入って、今、1ヶ月半経って、5月18日からレストラン、カフェもいよいよ大員って言われるね、店内での食事が可能になったっていうところではあります。ただ、実際じゃあ、エキスパース取材またね、スタートしようっていうところでも、まあ、ソーシャルディスタンスがあるし、やっぱこうコンタクトするにもね、不特定多数の方がいらっしゃる場所の中で、さらに取材が入るということは、実際お店に来てくださっている方の心配をこう煽るようなことにもなるし、まあ、実際取材して、まあ、結構たくさん来てくれたってね、フィードバックいただけるところも多いんで嬉しいんですけど、逆に取材させてもらったらたくさん来ちゃって、ソーシャルディスタンス乱しちゃったとか、やっぱそういうことで皆さん、お客さんとかね、スタッフのみんなに心配をかけるようなことにはしたくないというところもあり、まあ、我々も非常に考えてどうしようかっていうところは、この2ヶ月間もね、考え、まあ、とりあえず5月、6月も休館ということで3月に発表させてもらいました。で、7月以降に関してもね、考えてまた発表しますということは、インスタでその時伝えてたと思うんですけど、まあ、我々としても週1回ぐらいこうやって集まって、話してきました。ただ、やっぱりなかなか現段階でも、取材が叶う状況ではない。まあ、プラス実際こう紙に吸って、お届けしたところで、まあ、不特定多数の人間が触れてるかもしれないものを配布するわけにもいかないというところでね、配布先にご協力いただくこともやっぱり難しい状況であり、何かにつけて、ね、こう紙媒体であることが非常に難しい状況になってしまっているのは事実です。まあ、それゆえ、まあ、7月、8月後も休館せざるを得ないだろうという決断に至りました。ただ、じゃあ9月、10月できるのかということで、またこのね、似たような状況をまた2ヶ月やるっていうことも、我々としても正直しんどい。まあ、9月はできるかなとは、本当は思ってはいるところもあるんですけど、ただね、こうやるかやらないか分かんないこと待つっていうね、個人的にまず嫌なんですよ。なんか待つだけっていうのはね、ずっとこう攻めていたいっていうか、何かに向けて頑張っていくっていうのは、俺、別に嫌いじゃないし大好きなんですけど、ただできるかどうか分かんないことを待っていくっていうのは、ちょっと我々としても好きじゃないし、まあ、できるかできないか分かんないうちにこう隣見ながらどうかでやるっていうのも違うかなとも思うんで、まあ、ちょっとね、エキスパースとして非常に難しい決断にはなったんですけれども、大体もう大丈夫だろうっていうところはどこかって言ったら、逆に来年1月かなっていうところもして、まあ、とりあえずもそこまで思い切って休みましょうということで、エキスパース、2020年、もう残りは全部活動を休止します。まあ、非常にね、ここは苦渋の決断でもあるし、楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるのも非常にありがたいことでもあり、我々のモチベーションでもあるのも事実。ただ、やっぱここで吸ったところで、まあ、紙に出すっていうことが、通常だったら紙だからの良さで攻めてたところが、届けたところが、今は逆に皆さんの危険だったりとか、不安を煽るようなこと、迷惑になるようなことにもなりかねない。まあ、この段階でやるのは本意ではない。我々としても、決してハッピーな形ではないので、ただ自己満足のためにやるっていうのも違いますし、まあ、ここは仕方ないのかなと思いますんでね、ちょっと一旦、情報誌としてのエキスパースは休館、2020年はもう残り全部休館という形の結論に至りました。じゃあ、ね、吉川と、ね、美香は基本的にエキスパースでの比重が特に大きいし、まあ、吉川は特に大きいですけども、吉川どうするのかっていうところがね、何をするのかってところも今考えておいて、まあ、いろんなアイデアが出てるんですけど、まあ、そこに関してもちょっとね、またこれからも話し合いながら、具体的にどういったことを吉川にやっててもらうのかとか、まあ、会社としてそのポジションが必要なのか、一旦ちょっと待ってもらわなきゃいけないのかとかも含めてね、ちょっとまた話し合って皆さんにご報告したいと思います。はい、まあ、一応僕からは以上なんですけども、まあ、相関からね、美香はずっと一緒にやってきてくれてるわけですけども、美香さんとしては休館に関してはどう思いますか？はい、副編集長の美香です。いつもありがとうございます。編集長からの、今のお知らせの通り、年内休館っていう形は、2014年に創刊して以来、本当に初めての事態で、本当にもう苦渋の決断という一言に
尽きると思うんですけれども、どこ、まあ、国や、こう、なんていうんでしょう、会社のサイズ等問わず、今回の新型コロナウイルスっていうところは、もう皆さんに対してその予期せぬ事態を引き起こしたっていうところだと思ってて、それは本当になので我々に限らずっていうところになると思いますので、今はまず本当にまあ、パーソナル西オーストラリア州全体としてもその人命第一っていうところで動いてますけれども、私たちもその、まあ、パーソナルが大好きだからこそそうやって動いていくっていうところを考えた上でのその決断というところになりますので、今後についてまたお知らせが あるかと思いますので、また、引き続き見守っていただければなというふうに思っています。いつもエキスパースの、チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。皆さんにはですね、パース その魅力っていうのを、まあ、マガジンを通してだったりとか、こうやって動画を通してお話をさせていただいているんですが、もともとはですね、その紙ベースでパースの魅力を届けていたっていうその歴史がありますので、私自身もそういう部分ではすごくね、楽しくさせてもらってましたし、それを通してみんなにこう知ってもらっていたっていうところでもあったので、その、まあ、年内にそのマガジンを発行しないっていうふうな決断に至ったっていうところは本当に悲しいですし、自分たちが悪いっていうわけでもないので、すごく悔しい気持ちでいっぱいです。なんですけど、まあ、今自分がそのできることだったりとか、まあ、そういうところをしっかり考えてやっていきたいなと思うんですが、この先その自分がエキスパースでどうやって関わっていけるのかっていうところもありますし、どういうふうにパースの魅力を届けていけるのか、やっぱパースすごく好きで、まあ、日本で働いてましたけど、それを辞めてこっちに来てっていうその自分の大きな決断の中でもあったので、今後どういうふうに関わっていけるのかっていうところではめちゃめちゃ不安ではあるんですが、まあ、エキスパースのチームとしてでもですね、しっかりと今後に関して、まあ、自分自身 その人生も考えて、皆さんにその、まあ、報告できる日が来ることをすごく私自身も、望んでます、ね。まあ、新型コロナウイルスの影響というのは、ね、別にうちだけではなく、エキスパース ACC だけではなくね、本当に多くの方の生活だったり仕事に影響が出ているところは事実だと思いますし、まあ、その中で国境問わず、ね、国問わず国境を越えて問題になっている中、まあ、逆にいい機会になれることもできるんじゃないかっていうところもね、いろいろ思うところもあり、決してね、コロナ自体がいいか悪いかっていうところでは亡くなっている方もいてね、そういったことは決していいものではない。ただこうなった状況というところで何ができるかっていうところも、我々として新たな課題をいただいているのかなっていうところもすごく感じるところでもあります。なのでね、逆にこう新しいチャレンジっていうところでも何ができないのかっていうところに関して、引き続き3人で話しながら考えていきたいですし、まあ、10月の採用もね、予定している人もいて、まあ、そこも含めてね、果たしてどうするのかというところはちょっとまた話しながら皆さんに別途想定させていただきたいなと思っている次第です、はい。まあ、悔しいことではあってもね、ただ時代も何もかも形が変わっていく、決してこう順調に見えるようでもみんな同じわけじゃない。うまくやってる一言で形は実はすごい変わってる。我々自身もエキスパース創刊した時と今のこの前出したスワンバレー号では全然内容も違うし、クオリティも違うし、チームとして の形もスキルも何もかも全部違う。ただそれが、まあ、木が熟してなのか、こういうタイミングだからというだけなのかわからないけれども、何か皆さんにとってはこうパースを届けるっていうことに関して、エキスパースいい風に変わったなってなんか思ってもらえるような、まあ、そういう決断がね、我々にとってもできるように準備して届けできるように備えていきたいと思いますので、続き応援のほどよろしくお願いします。